政治を見えるかどう見えるかのベベロンです。はい、ということでですね、で本日は、まあ、ちょっと横に人がおられると思うんですけど、特別ゲストに来ていただいてます。ちょっと自己紹介をお願いします。はじめまして、日本若者協議会で代表理事やってる村橋です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで、まあ、本日初対面なんですけどそれであの、まあ、一度あの初対面で、まあ、若者協議会はどういう団体なのかみたいな動画を、まあ、軽くなんかインタビュー形式で、動画撮っていきたいなというふうに思います。それでは行ってみよう。見える化チャンネル。で まずはなんかこう見てる人にお伝えいただきたいんですけど、はい、なんか若者協議会ってどういう団体なんですか？はいはい、それで言うと、はい、まあ、団体の設立は2015年で、はい、でまあ、コンセプトとしては若者の声を政治に反映させるっていうのを目指して活動している団体で、まあ、具体的に何やってるかっていうと、まあ、一番メインでやってるのはやっぱ政策提言で、まあ、政策を若者に、まあ、利益になるような若者政策の立案と、はい、それを実際に政治家だったりとか、まあ、政治家とあと官僚だったりとか、あとは最近だと業界団体連合だったりとかとも付き合ったりするんですけど、そういう、まあ、政策周りにいる人たちに政策提言したりとか、まあ、意見交換をしているっていうような団体です。まあ若者向けというか、まあ、若者の望むような政策を伝えるっていうのが感じですかね。はい、で若者の声をまあ集めて、それを政策に落とし込んでいくっていうような形で、実際に若者の声としてはまず個人会員っていう形で、はい、今650人ぐらい参加してて、はい、あと団体会員で61団体加盟していて、まあ、そこのなんかメーリングリストとかを使いながら、まあ、政策立案していっていくっていうような形で、でまあ、若者政策って言ってもいろんなテーマがあって、まあ、若者の政治参加、教育、労働、ジェンダー、社会保障、あと最近だと憲法も含めて、まあ、各政策委員会という形でチームを政策ごとに作って、そこで意見をいろんな形で勉強会とかもしながら集約して、それを政策立案して、それを各政党に届けていくというのを活動しています。立ち上げられたんですよね。そうですね、はい、で立ち上げられたその、なんていうか、自分自身でなんかどういう思いが立ち上げたかとか。あ、はいはい、その文脈としては、はい、まあ、大きく2つあって、はい、1つはさっき言ったように、はい、海外にそういったモデルがあって、はい、それを日本でもできないかっていうのが、まあ、それはむしろ自分以外のメンバーは結構そっちの文脈で、はいはい、まあ、イギリスにもユースパーラメントみたいな形で若者議会みたいなのがあるんですけど、はい、まあ、そういうのを日本でもやれないかっていうのを思ってたメンバーが、まあ、基本大半なんですけど、自分はどっちかっていうと、まあ、社会課題の解決のためにこういう組織が必要っていうような認識を捉えていて、っていうのは、まあ、少子化だったりとか日本のその若者政策に抱える関するあの課題って、まあ、20年30年ぐらいずっと放置され続けていて、別に新しい問題では全然なくて、まあ、基本的には古い課題がずっと解消されていないっていうので、まあ、それってなぜかなって考えた時に、やっぱり政策立案過程に若者の声が全く反映されていない、取り入れられていない、届けられていないっていうのが、まあ、あると思っていて、でその最大の要因はやっぱりその若者の意見を束ねて届けていく組織、いわゆるまあ業界団体みたいなのがやっぱり若者に関してはなくて、はいはいはい、やっぱり経済界だったら経団連があるし、はい、労働者だったら連合があるし、はい、で 医療系だったら日本医師会とか、はい、いろんな業界団体があって、そこが業界の意見を集約して届けていくという形で、でただその業界団体の上にいる人たちって基本的には各企業の重役とかだったりするんで、まあ、基本的には50代とか60代とかばっかりで、はい、じゃあそれが20代30代の声をちゃんと取ってるかっていうと、まあ、全然取ってなくて、で20代30代の要は子育て世代だったりとか学生の意見を束ねるそういうような組織が、まあ、日本になかったので、まあ、それが必要じゃないかって思ったっていうのが自分の強い思いです。こういうことをやってるような団体って、まあ、結構なんか総合的にいろんな政策について提案されてると思うんですけど、はいはい、こういうことをやってるような類似の団体とかで日本にあるなんか、逆に言うと海外だったらあるとか、日本だったらどうかあるんですか？海外だと、はい、もともと日本若者教育がモデルにしてるのが、はい、基本的にヨーロッパにあって、はい、ヨーロッパの主要国にはほとんど全部の国にあるんですけど、はい、まあ、若者協議会、まあ、日本ってついてるんですけど、はい、若者協議会っていうのが各国にあって、はいはい、でそこは何やってるかっていうと、まあ、今言ったような話で、まあ、いわゆるアンブレラ組織みたいな形で、若者団体とか若者を束ねて、そこが
代表して各政府といろんな形で交渉してるみたいな形で、でヨーロッパとかだともう法律で書かれていて、その若者の政策を通すときに若者の意見を聞かなきゃいけないっていうのもそもそも法律としてあった若者の政策をとか、でその時にいちいち個人個人に聞くわけにもいかないので、まあそれを代表してコミュニケーションを取っているのが若者協議会で、でそれを日本でも作れないかっていうのがそもそも日本若者協議会の始まりで、でそういう意味では日本若者協会の類似の団体っていうのは全体を束ねているっていう意味ではなくて、ただ個別のテーマごとには環境系で政策提言している団体だったりとか、あとはジェンダー系で個別に提言している団体みたいなのが最近ここ数年では結構出てきたりしています。なんか海外ではなんかまあ若者の意見を聞かないといけないっていうので、そういう団体があの、まあ、若者協議会その国ごとにあるって言ってたんですけど、それはまあ私的なものなのか公的なものなのか、海外の場合どうなんですか？海外の場合は基本的には公的なもので、はい、なんか政府だったりとか、あとはその海外がすごいのが、はい、国にも若者協議会があります、はい、でその各州だったりとかにもその州ごとにも若者協議会があって、全部そこがまたピラミッド型にこうどんどん上に集約していって、それをまた国に提言していくというような形で、なので政府だったりとか各地方自治体でお金は出ているというところ でドイツのちっちゃい州に1回2017年に視察行ったんですけど、その時にすごいのがちっちゃい全然州レベルなんでそんな大きくないんですけど、ただそこでさえ億円単位で予算出てて、その若者協議会にそんな出るんですか？で自分たちが行ったとこは確か2億ぐらいが出されていて、でそれはだから事務局スタッフがやっぱりそれ専属にちゃんといて、はいはい、それはなんか必ずしも20代とかだけではなくて、うんまあ、40代とかの人たちもいたりするんですけど、であとはその若者協議会として意見をまとめるだけじゃなくて、各若者団体のエンパワーメントみたいなのをしてて、その各若者団体が継続的に活動できるようにそこにもお金を提供したりもしてるんで、そういう若者団体の継続的な活動を支援するための予算として若者協議会に全体的にまとめて2億円ぐらい出してるっていう、これなんか行政機関的なニュアンスが強いってことですね。まあ、日本では、まあ、あの公的なものではもちろんないの で、はい、あの私的なものとしてされてると思うんですけど、なんか活動の資金とかってのはどうされてるんですか？活動の資金は、まあ、全部ボランタリーボランティアで、ただ、まあ、厳密に言うと、はい、会員になるときに、はい、学生は無料で会員になれるんですけど、はい、社会人には5000円もらっていて、はいまあ、入会金だけで年会金とかないんですけど、はいはい、でそこで最低限の活動費、要はサーバーだったりとか、そういうのは最低限そこのお金で持っていて、あとは全部給料とか一切なしで、みんなボランティアで活動してるって感じ。あ、そうなんですね。なんかその日本にも、まあ、例えばその環境系の団体であったりとかジェンダー問題であったりとか、地方だったら地方創生の団体とか、うん、若者で結構それでアクティブに活動されている団体多いと思うんですけど、なんかそういうの団体の方って結構そのなんかこう政治的な部分を忌避するじゃないですけど、うん、避けるじゃないですか、はい、なんかそれについて個人的にどう思われますか？あ、それに関しては、うん、まあ、これはやっぱり日本のそもそも歴史的な背景が大きくて、やっぱり政治と、まあ、宗教はタブーみたいな、まあ、聞いたことあるんですけど、多いと思うんですけど、やっぱりこれはだから学校とか政治とか宗教は使っちゃダメっていうのはやっぱ国としてずっと求めてきたもので、まあ、それがあるからこそ別に政治ってやっぱりちょっと怖いものだったりとか、うん、ちょっと遠いものみたいな感じで、まあ、国民全体が別にこれは若い人に限らず、まあ、国民全体が思っている、あの厳密に言うと社会運動とかずっとやってた学生運動とかやってた60代とか70代以上はちょっと別なんですけど、はいはい、それ以下はほとんどやっぱりちょっと政治は遠いものという捉えてて、でただやっぱり政治ってじゃあ何かって考えると、基本的には人々の生活の、まあ、基盤を作っている仕組みでしかなくて、なんでやっぱり日々のそういう生活を良くしたいと思ったらやっぱ政治ってのは絶対欠かせないもので、まあ、あくまでだから言い換えるともう社会課題のツールでしかなくて、政治っていうのは本来的にはもっと若者がコミットするべきだし、まあ、別になんかそんなに恐れる、要は NPO とか別に企業活動とかある意味変わらないことなので、まあ、そういう意味ではもっと積極的に関わるべきではないかっていうのは自分は思ってます。なるほど。なんかこう、まあ、僕たちがちょうどなんか皆さんに、まあ、投票行きましょうっていうような、まあ、投票の、まあ、啓発じゃないんですけど、まあ、推進であったりとかをしている団体なんですけど、そういう団体と、
室橋さんのその、若者協議会っていうのはどのように違うか、まあそれぞれの役割としてどういう役割があるのかっていうふうに、それはどう思われますか。まあ、そこの選挙の部分に限って言うと、基本的に投票の時点で公約決まってます、候補者決まってます、要は料理、要はお店に入ってメニューが決まってる状態じゃないですか。もう決まったメニューになったら選ばないとダメだな。選ぶって形で、自分たちの問題意識としてはそもそもそのメニューの中に若者が好きなメニューがないんじゃないかっていう問題意識で、食べたいものがないと、もっとこういうもの入れてよっていうのを、要はそれってじゃあいつ言えるかっていうと選挙のタイミングではなくて、やっぱその選挙の前からそういうのを言っていかないと、そこのメニューにそもそも並んでこないんで、なんでその公約にまず若者を向いた政策を入れてもらうっていうのがやっぱ大きな違いで、なんで活動のタイミングが全然違くて、自分たちは選挙の前がむしろ本番で、選挙の公約ができたタイミングっていうのはもう一旦活動としては一旦終了で、選挙期間中はそれをまあ国民が判断する期間で、そこの期間はまあ逆に言うと自分たちあんまり活動してなくて、でもちろんただ選挙終わって、で基本的には他の団体選挙終わると一旦活動そこは終了すると思うんですけど、自分たちはまたそこからが本番で、じゃあ公約が通った、公約反映した政党が通りましたって言った時に、じゃあそれ実現してよっていうプレッシャーをちゃんとかけなきゃいけないので、そこで継続的にまたアプローチしていくっていう意味で、ある意味選挙期間以外が本番っていう形で、多分活動のタイミングが他の全然違いますね。なんか僕たちは逆に公約が出るのを今から今かと待ってるので、出ないと進まないっていう部分があるんで、はい、あ、そうなんですね。だ全然そのタイミングというかアプローチかけるとタイミングが違います、ね。なんかこれまで活動してきて印象深かった出来事とか、なんか自分の中で、まあ、若者の協議会やっていて、はいはい、こういう部分が達成感があったなとかいうことって、出来事ってありますか。それで言うと、まあ、大きく2点あって、1つはそれこそこの日本若者協議会やる前って、自分はなんか学生ベンチャーとかやってたりとか、メディアの記者もやってたりとかしたんで、まあ、あんまりなんか政治家の話す、政治家と話す機会ほとんどなかったんですけど、でただ話してみると意外と話ちゃんと聞いてくれて、くれるなっていうのがやっぱり印象としては強くて、まあ、意外とコミュニケーションを取れるちゃんと、でなんか別に彼らも若者に損することをやりたいとは別に全く思ってなくて、ね、単純に若者のことを知らないっていうのがやっぱ思って、むしろ向こうの方が知りたがってもいるし、そういう意味ではちゃんと話す相手として、まあ、コミュニケーション取れる相手、それは別に与党だろうが野党だろうがちゃんと対話はできる関係性にそもそもある、聞いてもらえる関係性にあるっていうのを思ったっていうのが1点目と、あと2点目はやっぱりここ5年ぐらいずっと活動してきてるので、はい、まあ、そうするとやっぱり政策実現しているケースもたくさんあるし、はい、あとはその、まあ、政治界隈っていうんですかね、その中で、まあ、永田町もあの霞が関も含めてですけど、やっぱり若者協議会の存在感というのはある程度やっぱり継続的にやっていくと認知が高まってくるので、そういうなってくると、これまで最初の3年とか2年とかは基本的にこっちからアプローチがメインだったんですけど、まあ最近とかだと逆に呼ばれたりもして、なんか自民党のすごいお偉いさん、第一に経験者ばっかりのすごい偉いところの部会に呼ばれたりだったりとか、あとは文科省とかそういう各省庁の有識者会議にも呼ばれたりとか、まあ、そういう呼ばれる機会が非常に増えてきたっていうのが、やっぱここ最近の達成感というか、なんかその政策立案過程にもともと問題意識として持っていた政策立案過程に若者の声を入れていくっていうのは、ある程度達成徐々にはできてきてるのかなっていう感触はあります。なんかまあ、これなんか僕の話になっちゃうんですけど、なんか僕はもともと政治に興味を持ったのって、もともと途上国の教育支援みたいなことをやってたんですよ、高校生の時に。それでそういう教育系 の、 国際開発団体の、もので、世界一大きな事業ってあるんですよ、全国的に世界的に一緒にアクションを起こそうみたいなので、それで国会議員の人たちに向かって、国会議員を生徒にして、で僕たちが先生になって授業をしようみたいなプログラムがあって、でそれに参加させてもらったんですよ。でそこで初めて国会議員としてやったんですけど、なんかそれで思ったのが、その時に痛感したのが、なんか自分たちのやってる国際協力ってなんか無意味なんじゃないかなっていうのはなんか思っちゃってなんかというのも、なんかそのこれまでなんか頑張ってお金集めて学校を建てたとするじゃないですか、はい、それって結局教員派遣されてないから使われてなかったりとかよく言うじゃないですか。でなんか自分たちのところもそうで、これをなんか大学入って意味が あって、なんか本当になんか効果的なことできるのかなと思った時に、たまたまそういうのに出会って、あ、
こうやって例えば ODA 予算を上げていったりっていう方法もあるんだと思って、じゃあ僕たちがすっごい頑張って100時間募金して、うん、あの50万円集めて、あの海外に学校を建てるよりも、このそういう政治家への提言とかそういうことを含めて ODA 予算を増やした方が本当なんか効果的なんじゃないかなっていうふうに思ったのが僕きっかけなんですね。なんか村橋さん自身のこういうふうに思われた活動しようと思うきっかけとかってありますか？きっかけは、まあ、そういう意味で言うと途上国支援はまさに自分もずっとちっちゃい頃から興味を持ってて、はいはい、もともとむしろ世界銀行に就職したいっていうのが高校生ぐらいまで、まあ、大学の前半ぐらいまでずっと思っていて、はい、で、まあ、世銀って、はい、まあ、直接行けないんで、基本的には第二のキャリアで行くような形なんですけど、はい、でその時に、まあ、どうやって世銀に行こうかなって考えた時に、まあ、自分は一回 JICA に入って、はい、で JICA である程度活動して、はい、で出向で世銀に行けるん で、はい、で出向で世銀に行ってそのまま辞めちゃおうと思っていて、はい、でそのストーリーで本当就職活動も一回ちょっとやってて、はい、で JICA に実際内定もらって、はい、で入る予定だったんですけど、はい、で自分の場合はそれまでだから日本のこと全く興味なくて、正直、はい、途上国ばっかり見てて、はい、でその時にただ自分の場合大学3年ですかね、はい、3.11 東日本大震災があって、でその時にやっぱり日本のことをなんか改めて見たら、まあ、日本今後ちょっとやばいなっていう、もう明らか右肩下がりじゃんと思って、でただその時に当時になんか世銀とか IMF とかの効果を検証するような、 なんか論文とかも書いたりしたんですけど、はい、やっぱその時なかなかその世銀とかってやっぱ意外と貧困の解決にどこまでつながっているか、まあ微妙だなと思ってしまったのと、はい、あとやっぱり自分はあくまで外国人なんで、はい、あの途上国の人たちからすると、はい、やっぱり限界もあるなっていう、その向こうの政治体制を変えるとか、なんかそしたらまあ日本人だし、で日本もやばいの分かってるんで、まあ、それなら日本のことやろうかなと思ったっていうのがまず日本の目を向けたきっかけの大きなところで、でその時から一回まあ学生ベンチャーもやってて、でメディア系もやってて、まあ、人々のなんか認識とか、まあ、啓発とかで人々の認識とか変えてもっと社会問題に関心を持ってもらいたいなっていう形でメディアとかもやってたんですけど、ただやっぱりなんか、まあ、それもそれで限界やっぱあって、やっぱもっと構造的に何ですか、要は主権者教育とかをもっと拡充するってなると、なんかリアルなイベントとかってやるとやっぱ結局100人とか、まあ、数百人とかが集めるのが限界で、ただ一学年で100万人とかいるっていうふうに考えると、やっぱりちょっと限界、アプローチに限界あるなと思って、ただなんか法律とかを変えちゃった、法律とか予算とかを変えた方がもうやっぱ構造的にどんどん問題解決できるし、まあ、そっちに目を向けた方が、まあ、自分が意識としてある社会課題の解決は直接的に変えられるんじゃないかと思って、まあ、そういう法律とかに関心を持ち始めたっていうような感じ。そうなんですね。へえ、なんかすごいなんか面白いですね。そうなんですね。なんかこの、まあ、僕たちはなんかこれ、まあ、YouTube 見てくださってる皆さんになんか、投票に行きましょうとか、はい、なんか僕たち自身もなんか投票っていうのは政治参加の形の一つでしかないのが分かってるんですけど、なんか僕たちとしては、まあ、まあそこもきっかけにしてもらえたらいいかなとかいうような思いでなんか選挙に行きましょうって言ってるんですけど、村橋さん的にはなんかこれ見てる方々っていうのは結構なんかあのデータ的にも20代の男性が多いんですけど、どういうことを皆さんにお伝えしたいと思いますか？やっぱり一番はやっぱ声を上げたらやっぱ社会は変えられるっていうところに今正直尽きるなと思っていて、で、まあ、もちろん政治参加の手段としていろんな形があって、で投票で一票投じることももちろん大事なんですけど、ただ一票で変えられることってもう正直限界があるわけですよね。まあ、それは民主主義国家で日本には1億人いるんで、むしろ一票だけで変えられたら逆に困るって話でもあるんで、それはみんな等しく一票持ってるんで、まあ、その分一票の価値っていうのはどうしても均等に化されてしまうので、あんまり正直大きくないんですけど、ただやっぱり声を上げるっていうのはやっぱり上げてる人がそもそも少ないし、やっぱり政治家とか直接的に意思決定を変えられる人たちにアプローチした方が、まあ、正直その有効の感覚を変えられる可能性っていうのは多分高くて、まあ、そういう意味で言うとなんかもちろん投票行くっていうのはもはや前提なんですけど、はい、その上でやっぱり声を上げてみるっていうのをやっぱりやってもらいたいなと思っていて、別にそれは難しい政策、なんか法律レベルの別にことじゃなくても、なんか
まあ、大学今行けなくて困ってますとか、やっぱ授業料ちょっと高すぎじゃないですかっていうのもでもいいし、まあ、そういう困ってることを政治家に伝えていくっていうのはやっぱり大きな積み重ねの一つになるので、まあ、それなんかぜひともやってもらいたいなと。なんかこういうことやってて思うのが、なんかこう、まあ、僕が多分関西に住んでるっていうのもあると思うんですけど、はいはいはい、政治家ってね、あのなんか芸能人みたいな感覚になっちゃうんですよなんか会えない人みたいな、はいはいはい、なんかその辺結構関東の人と認識違うなと思うんですけど、なんか結構政治家って会ってくれますよね。うん、そうですね。連絡したら基本的にはちゃんと帰ってきるし、はいはい、まあ、ちょっとあのまたリテラシーが低いっていうのもあるんで、はい、なんかメールだと返ってこないパターンもあるかもしれないですけど、そうですね、はい、電話とかをちゃんと事務所にすると、はい、まあ、ちゃんと対応してくれるんで、はい、特に地方議員であればまず会わない、自分の選挙区で会わないってことは多分ないと思うんで、はい、全然なんか関西では別に国会議員に限らず、はい、地方議員とかでも全然声をかけていくと普通に会ってくれる。そうですね、無限にされることもないですよね、うん、やっぱなんかそういうふうに距離を近く感じてもらうっていうのがきっかけのうちの一つなんですかね。そうですね、やっぱりその、まあ、話してみれば別に政治家って普通な人なんで、そうですよね、政治家こんななんかニュースになってるのってやっぱスキャンダルとか、正直政治家悪い面、悪い面だからこそ逆に普段起こらないからこそニュースに取り上げられるだけであって、普段普通の人はみんなちゃんと真面目に働いてるんで、そういう意味で言うと別になんか社会課題を解決したい人ってやっぱ結構多いんで、政治家で真面目にちゃんと、そういう意味ではむしろ聞きたがってるんで、政治家の方が若者の声を、そういう意味では全然なんか無限に対されとかはないで、まあ、普通にコミュニケーションを取ると、まあ、なんか意外と話も通じるし、はい、お互いにとっていいかなと。そうなんです。なんかこう、なんか僕自身の、まあ、思いなんですけど、なんか政治に関心持つとかっていうのはなんか成功体験の積み重ねなんじゃないかなと思っていて、なんか実際に変えられたとか、うん、例えばなんか僕だったら、うん、あの学校で生徒がやってて校則変えられたとか、うんうん、あの文化祭変えられたとかいうのがあるんですけど、なかなかそういう体験、成功体験って日本で積むの難しいじゃないですか。なんか疑似的な成功体験とかっていうのをなんかこう見てる人とかになんかこう感じてほしいなと僕思うんですけど、うんうんうん、そういうのってどういう方法があると思いますか。一番はやっぱりそのやっぱが身近な、まあ、特に学生、はい、まあ、児童生徒含めて、はい、まあ、10代っていう意味で言うとやっぱり身近な社会ってやっぱ一番学校なんで、まさにやっぱ学校で実際に学校という社会を変える経験っていうのを積み重ねていくっていうのが多分一番その広く経験できる範囲で、政治ってなると正直ちょっと他の世代もたくさん関わってるし、関係者がめちゃめちゃ多いんで、そんなにガラッと変えるのも正直難しいんですけど、学校であれば別に人数も限られているし、変えられることって多分たくさんあって、分かりやすいのは校則で、やっぱり実際に校則に関して声を上げて、で学校で、まあ、そういう教員だったりとか校長とかと協議しながら変えていくっていうの でやっぱり海外の政治参加ってやっぱり日本より全然もちろん進んでるんですけど、海外の人たちっていうのはむしろそこがやっぱり一番成功体験としては大きくて、で向こうも、まあ、それも法律で定められてるんですけど、校則とかの見直しで児童生徒の声を聞かなきゃいけないっていうのが法律で向こうは定められていて、それに応じた三者協議会とかがやっぱ学校に設置されていて、やっぱある程度、まあ、もちろん指導を受ける側ではあるんで、まあ、厳密に対等というわけではもちろんないんですけど、ただある程度関係性としては対等な一人として意見を聞いてもらえる、で聞いてもらえるからこそ自分も声を上げるっていう体験につながっていくので、日本の場合逆に現状は声を上げても全く聞かれないっていうのがやっぱ現状で、まあ、それ実際に日本若者協議会の実態調査これまでいろんな形でやってきたんですけど、やっぱりそこが変わっていかないと、ただなかなか、まあ、その成功体験を積み重ねるっていうのは正直難しいのかなとは逆に思ってます。なんかこう、その成功体験っていうのを、まあ、僕たちもすごい重視していて、あの僕たちが理想とする主権者教育っていうのは、僕は政治家じゃない、政治と近い主権者教育じゃなくて、はい、行政と近い主権者教育だなと思ってるんですよ。あの町づくりって簡単にできるじゃないですか、うん、で、うん、あれってあの実はなんか道歩いててなんかこの木邪魔だなとか思うじゃないですか、はい、あれって言ったら切ってくれるじゃないですか、はい、なんかああいうのをなんか学校でやるだけでもめちゃめちゃ違うんじゃないかなと思ってて、なんか僕はそういう主権者教育が大切だと思ってるんですよね。なんかどうですか。いや、それは本当おっしゃる通りで、はい、やっぱり、
実際にまあ町づくりにも参加していくっていう時には、別に政治家っていうかどっちかというと地方の場合はやっぱ行政なので、で実際にやっぱこれまあこれちょっと海外のまた事例とかも含めると、やっぱ教育自体の中身にもやっぱり高校生とかがやっぱヨーロッパだとか参加してて、まあ、例えば教育委員会とかにやっぱ高校生が参加してたりするんですよね。ああ、それすごいですね。当事者としてやっぱ学習者である学生の意見はやっぱそこでも拾っているっていう形で、で日本だとやっぱ学生がその行政の有識者会議に入ることってほぼないんですけど、まあ、むしろあの教育委員会は非選挙権年齢と同じ年齢なんで、むしろなれないんですけど、はい、あ、そうなんですね。あれは一応だ加減が首長選挙と一緒だったかな、30なんですか。県だと、県とか都とかのレベルだと確か30で、はい、の市とかだと25かな。そうなんですね。まあ、最低でも25ですね。あ、選管ってファーストの就職ではなかなか難しいんですね。あ、教育委員会は、教育委員会は、はい、絶対なれないっていう。まあ、これが果たして合理的な理由があるのかちょっとよくわかんないですけど、ただまあルール上はそうなっちゃってて、なんで行政はなかなか声を拾い上げられなくて、はい、で形式的にそのなんか子供議会みたいな感じでなんか見学したりとかそういうのはやってるんですけど、じゃあ本当に意見を反映させるかっていうのはやっぱ全然できてなくて、まあ、これやっぱちょっと大人の意識が変わっていかないと、やっぱ子供も権利の主体として認めていくっていうのがやっぱ重要かなと思ってますね。なかなかね、あのやってる感を出してそれでなんかみんなもそれでも十分だなと思ってる部分がありますよね。やっぱりずっと何て言うんですかね、なんか日本のことがやっぱ当たり前だと思ってて、なんか子供と扱いちょっともうされすぎてるなっていうのがやっぱ自分の問題意識としては、で別に子供も普通に意見を持ってるんで、やっぱりなんかそのもちろんステージに応じて聞く範囲っていうのは変えるべきだと思うんですけど、やっぱりなんか給食の中身とかなんかそれかスウェーデンとかって給食協議会みたいなのもあって、まあ、そこにも校長と教員とか栄養士みたいな人と、あと生徒も参加して給食の中身をどうするかっていうのも、まあ、そこでいうのも話したりしてるんですけど、だったら幼稚園でも遊具の使い方を児童生幼稚園生に聞いて決めてもらったりとか、まあ、そういう形でやっぱ学校ってそもそも民主主義の体験の場なので本来的にはそれをやってて、その延長線上で行政も同じ形で参加するっていうのがあるんですけど、まあ、日本だと学校も民主主義の場じゃないし、で行政も基本的には民主主義的にあんまり機能していないっていうところで、まあ、正直日本はなんか民主国家として果たして接してるのかっていうところがあるんですけどまあそれでいろんな場所でなんか民主主義的な決定が行われていないんで、まあ、そこは全体的に変えていかないとちょっとなかなか厳しいな。その政治参加若者が進むのはなかなか抜本的に変わっていくのはなかなかそこが変わらないと難しいなと、なかなかもう、まあ、まあ選挙を言ってる僕たちが言うのもあれなんですけど、選挙しかないですもんね。うん、なんで選挙ってやっぱり日本の場合特にですけど、短いってそもそも1週間とか2週間ぐらいしかないじゃないですか、今回の都議会選挙も10日とかですか、2週間なかったですね、あれは。ね、はい、金曜あれだけなんであれだけでちょっと東京について考えてで検証してて、まあ、現実的に難しいんで、むしろその4年間で何をしていくかっていうところはやっぱ重要なので、そういう意味では日頃からなんかコミュニケーション取れる関係性っていうのが取れると、まあ、多分いいのかなと思って、まあ、ただ1個だけなんか面白い事例としては、まあ、最近特に JC さん、政務会議所、はい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 、やっぱ模擬請願みたいなのやってて、模擬投票ではなくて模擬請願、模擬請願面白いですね。主権者教育の一環でやってて、はいはいはい、実際に要は例えば世田谷区の中学校とかで実際に今町の課題とかを生徒の子たちに考えてもらって、で実際それを世田谷区長に持ってったりとかしてるんですけど、はいはいはい、まあ、それはやっぱり一つ大きなきっかけになったりするんで、まあ、それはなんか面白いなと思っていて、で国としても結構今回あの主権者教育でなんか有識者会議で主権者教育の方向性の見直しみたいなのあったんですけど、その時にこれまで選挙のことしかやっぱ触れられてなかったのが、やっぱ模擬請願とかも含めて教えていくことが重要というよりもちゃんと書かれたんで、提言の中身として、なんでそういうなんかいろんな形で政治に参加していくっていうのが主権者教育の一環として行われると、まあいいかなと。まあ、あの選挙管理委員会されてる公職選挙法クイズとかでも本当によくわからないというか、あれを聞いて皆さんはどう思うんだろうって本当にいつも思うんですけど、
そう、模擬請願ってあるんですね。そうですね、実際今東京だと最近、まあ、東京 JC が厳密にやって、で実際にやっぱ区長もやっぱそういうのだとやっぱ結構協力してくれて、うん、実際に声を届けるみたいなのもやってるんで、でなんかそれこそ東京都でも実際に今、まあ、これは全然選挙の時にもフューチャーされなかったんですけど、うん、まあ、すごい面白いなと思ったのが、都民からの提案を実際に予算を、要は都民が提案する枠として何千万みたいな感じで用意して、でそこが都民が提案して、それをまあ行政側がチェックして、いいものは実際に実現していくっていうような形で、まあ、それなんか要は予算に住民が参加していくっていうので、海外だとここ数年すごい行われてて、はいはい、でそれこそなんか台湾とか大鳥居タンみたいな形でもやってたりするんですけど、はいはい、だ意外と日本でもやられてて、はい、全然メディア報道されないんですけど、だこれやっぱ高校生も対象にしてて、声を上げる対象として、だからそれやっぱ画期的で、もうさっき予算が取られてるってことですよね、はい、なんでだ高校生も声を上げれば直接東京都の実施する行政のところに反映させることができるっていうので、ただこれがやっぱもったいないのが全然報道されなくて、いやもう初めて聞きました。高校生絶対知らないじゃないですか、はいはい、東京の高校生とか。だから本当はそれを各学校に案内して、うん、各学校とかでそれこそ都の職員とかが出向いて、うん、実際にこういう東京って今課題があって、うん、で逆に高校生に提案してもらって、それを提案の一個として実際に検討していく、うん、で良ければ実際に予算つけて、うん、実施していくっていうのが多分やれればすごい成功体験にもなるし、東京都にとってもその事業のアピールにもなるんで本当は良かったと思うんですけど、まあ、そういうのがやれてないっていうのがやっぱ非常にもったいないなと思ってます。なんかすごいなんか あれですね、使い方というかが良ければもっともっと可能性が広がるようなことですよね、はい、意外と日本やってはいるんですよね。内閣府も今ちょうど7月中、まあ、ちょっとこれいつ公開されるのか分かんないですけどはい、はい、7月中から募集して内閣府 その政策、ちょっと名前こ今回から変わったんですけど、はい、ユース政策なんちゃらみたいな感じで要は政策に関してのヒアリングみたいなのを内閣府で500人、はいはい、若者20代以下の人たちをなんかそこに入ることができて、はい、でその人たちに定期的にアンケートやったりとか、はい、ちょうど内閣府の職員と意見交換したりとか、はい、まあ、そういう形で意見を吸い上げる授業って一応内閣やってるんですけど、はい、まあ、これも全然知られてなくて、一応500人で毎回先着順なんですけど、毎回300人とかしかぐらいしか集まんなくて500人いかないっていう、ちょっと寂しい感じになっちゃってて、はいはい、意外と日本やってはいるのはあるんですよ。なんかそれ知られてないのは非常にもったいないなと思います。逆にどうやったら知れますかね。僕それすごい課題だなと思っていて、やってはいるんですけど、あまり大々的にしていないこととかあるじゃないですか。どこに書いてんのとか、はいはいはい、でなんか僕たちでもすごい見つけるの、うん、難しいようなったことがあるんで、うん、なんかでもなんかこう見てる皆さんからしたらもっともっと難しいと思うんですよ。そうですね、検索のワードもそうだし、はいはいはい、どうやったら調べられるんですかね。自主的に見つけるっていう意味ではやっぱツイッこういうような公的な自分が住んでる町の自治体のツイッターをフォローするとか、あとはこういう、まあ、内閣府のホームページに行くっていうのはまあめったにないんですけど、ないですよね。うん、まあ、こういうなんか青少年事業をやってるのってやっぱ内閣府とかだったりするんで、まあ、そういうアカウントをツイッターでフォローするとかっていうのは自主的な取り組みとしては見つけやすいっていうのがあって、ただやっぱり行政的に本来的にやるべきのはやっぱ学校からそれを案内していくっていうところで、もう少し別にこれ政治的な取り組みじゃなくて、別にあくまで行政の取り組みなんで、もっと学校に内閣とかが入っていて案内とかをしていくと、別になんか自分がそういう自発的に見つけようとしない人にはアプローチできるんで、もっとそこら辺が変わっていくとなんかリーチはできるのかなと思います。なるほどなるほど。そう、じゃあこれまあ見てる皆さんにあれなんですけど、まあ、なんか見てる皆さんでなんか若者協議会さんの活動について興味持たれた方もいると思います、はいはいはい、興味持たれた方はなんかどうしたらいいのか。あ、そうですね、それでいうと常に会員は募集しているんで、はいはい、まあ、ホームページに会員入会の案内みたいなのあるん で、はい、で学生であれば無料で入会できるんで、はい、実際に入っていただいて、でそれこそ関西支部みたいなローカル版もあったりとかして、実際にその政策立案の過程に実際に参加するっていうのは常にオープンでやってるので、はい、まあ、そこに参加してもらいたいっていうのが一番ありますね。わ、はい、かりました。じゃあ、概要欄になんかさ、旅館協議会さんのホームページに貼ってますので、はいはい、ぜひ興味持たれる方は、
なんかあれですよね、入るっていう連絡じゃなくてもちょっとなんか気になるんですとか、あ、連絡でも大丈夫、はい、一応なんかその要望だけの要望だけ書くみたいなのもできて、投資みたいな、別に会員までならなくても要望だけ書くみたいなホームページ上からできるんで、まあ、もしなんかちょっと会員になるのがハードル高いなと思ったら、まあ、要望だけでも書いてもらえるとこれ全部スタッフは見てるんで、まあ、それだけのうちとしては若者こう思ってるんだと思ってありがたい意見なんで、まあ、そういう形でも参加してもらえるので、そうです、なんかそうですね、なんか僕たちはいつも皆さんにまあ選挙行きましょうとか政治のことを簡単に言ってますけど、なんかこういうね、自分たちから主体的に政策の立案であったりとか確定に参加できるっていう部分もあると思うので、ぜひね、政治参加の一つの方法ではあると思うので、ぜひもし興味ある方はホームページの方に行ってみてもいいんじゃないかなというふうに思います。はい、ということで、まあちょっと動画がどうなってるか分かんないですけど見本になってるのか短くなってるのか分かんないんですけど、なんか本日の動画は以上で終わりたいと思います。またなんかね、こういうふうなインタビューの機会とかありましたらいろいろしていきたいなと思いますので、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。本日ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。本日もご視聴ありがとうございました。おすすめの動画はこちら、新しい動画はこちらです。次の動画もぜひ見てね。バイバイ。